す。ごめん。はじめまして。V スポの男子部門、デビューさせていただくことになりました。アスミ聖太です。よろしくお願いします。まあね、本日4月1日ということで、あれなんですけど、まあ短い時間ではございますが、お付き合いいただけたらなって思います。名前は、アスミ聖太です。年齢は、高校生してます。部活は軽音部でギターボーカルをしています。イエイ。俺の好きなセロハンテープはこちら、 3M さんのスコッチスーパーホールドテープ大巻きっていうのがすごい好きで、あのすっごい強力なんです。あすみお姉ちゃんは普段どんな感じなんですか？あすみお姉ちゃんは同じ VTuber の活動者さんと二人で遊ぶときだけやたら服に気合が入ってる。あの VTuber さんの女の子と二人で出かけるときだけはすっげー気合入ってんの、あの姉ちゃん。普段メイク30分ぐらいなのに、そういうときだけ1時間ぐらいかかるから、顔面作るのに。得意な声真似っていうか、一人エヴァンゲリオンごっこが好きです。声真似ってわけじゃないんですよ。なんか本当に雰囲気声真似なんですけど、初号機と、八門綾波と、八門碇シンジをちらつかせて一人劇するのが好きです。あなたが死なないわ、私が守るもの。もしかしてドラえもん得意だったりする？いや、まあ、多分遠くから姉呼んできて、こう通りすがりのドラえもんやってもらうことはできるんですけど。で、姉ちゃん、おじさん、スケールなりそう。おじさん。メルシー。やばいのよ。お姉ちゃんと二人でコラボ実況とかみたいな。姉ちゃん！おーこっち来て。はい、何ですか？なんか俺のどういうとこが好きみたいな。いやー、ないかなー。いや、でも、弟がこうやって一緒に V スポデビューできたの嬉しいなと思う。どう？うちの弟イケボでしょ。どうよみんな。いや、そんなことないからやめろってブス。ごめん。頑張り屋で超絶可愛いってこうやって。やだやだやだ。うるせえ。姉ちゃんが V 最強前にソロ出すって。あの子言った。何も言ってない。ドラちゃん、あれ、セキセイインコなんですけど。なんか、姉ちゃんがセキセイインコにドラえもんの声真似吹き込んだら喋れるようになっちゃって、まあ、ドラちゃんって名前つけたんですけど。また来年の春、俺が覚えてたら、また V スポに所属しに来ますので、またそしたら遊びに来てください。みんなにかっこいいところが見せられるように、メルシー諸島、行ってくるね。バイバイ。メッセ